皆さんこんにちは、雑ブロです。今回は時間が取れたので久しぶりの声出し動画になります。最近なかなか時間が取れなくてしばらく声出し動画を撮れていなかったんですが、今後は長めの都市伝説動画は声出し動画で出していけたらと思います。今回いただいたリクエストはこちらになります。雑ブロさん、いつも楽しく拝見しています。心霊写真物件の記事を見て思い出したのですが、以前から気になっている物件があります。それはびっくりマークと書かれた赤い部屋のある物件です。ネットでよく話題になっているのでご存知かもしれません。びっくりマークと書かれてあるだけで、その部屋が何なのかなどの説明がないため、死体が発見された事故物件じゃないかなど憶測を呼んでいました。私の知る限りではこの部屋について確認したという話も聞かず気になっています。この部屋は一体何なんでしょうか。以前は以下のサイトで実際に掲載されていたのですが、すでに削除されており、今はどこで掲載されているのか分かりません。こちらが今回いただいたリクエストになります。まずこの件に関して詳しく説明していきますね。とある不動産サイトに奇妙な間取り図がアップされていたことがネット上で話題になりました。それがこちらの画像になります。不動産で紹介する物件には間取り図が必ずついています。間取り図とは簡単に言えば部屋のイメージ図みたいなものです。お風呂や押し入れがどのような配置になっているのかを確認するための図というわけですね。そしてこの図に不可解なものが書かれていました。もう皆さんお分かりかと思いますが、ドアの向こうの空白が真っ赤になっており、感嘆符、いわゆるびっくりマークが記載されています。こちら何の意味があるのかというと全く分かっていません。私も引っ越しの時物件探しで結構間取り図を見たことがあるんですが、このようなものは一切見たことがありません。こちらの物件、コメントにこのような記載があります。賃料管理費用 2.4 万円、敷金1ヶ月、嬉しい礼金なし、敷金1ヶ月物件、初期費用7万円で入居できます。何かと出費の多い引っ越し前後、なるべく初期費用を抑えていきましょう。阿佐ヶ谷駅から徒歩5分ということで、駅に近いかなり立地のいい物件になっています。それにもかかわらず家賃が管理費用の 2.4 万円は相場よりもかなり安いです。参考までに相場はこちらになります。都内なので6万円は当然いきますよね。相場よりかなり家賃が安いということはそれなりの理由があると思うんですが、ネット上では事故物件なのではないかと話題になっています。過去の入居者が何らかの理由で亡くなってしまった物件だというわけです。そう、つまりあの赤い部屋が現場ということになります。私も詳しく見てみたかったのですが、この騒ぎが起きた後、不動産側がすぐにこの物件のページを削除してしまったようで、真相は闇の中です。あの記号ってもしかすると不動産にしかわからない記号だったのではないでしょうか。会社内部で使う間取り図が何らかのミスで実際に載ってしまい、騒ぎで気づいた社員が削除したと考えられないでしょうか。もしかするとあの記載は事故物件かどうかを判断するものだったのかもしれません。それでは今回はこの謎の物件について詳しく調べていきましょう。先ほども述べた通り、残念ながらすでにページが削除されているため手探りで調べるしかありません。ページに記載されていた文言、嬉しい礼金なし、敷金1ヶ月物件、初期費用7万円で入居できます、何かと出費の多い引っ越し前後、なるべく初期費用を抑えていきましょう。こちらで検索をかけてみると同じような文言が記載されている物件がヒットします。おそらく同じ不動産が使い回しているのでしょう。そしてこの文言を使っている不動産を見つけました。スーモ等の紹介サイトに載せているわけではなく、自社のホームページにも物件を載せているみたいです。おそらくここが例の物件を載せていた会社です。確証はないのでモザイクをかけておきますが、当動画では S 社とします。こちらのページから阿佐ヶ谷駅周辺の物件を探してみましょう。もしかしたら間取り図を変えてまだ募集しているかもしれません。実際に検索してみると同じような条件のアパートが見つかります。ケイソーというアパートです。阿佐ヶ谷駅から徒歩5分、ワンルームです。しかも例の物件と同じコメントが載せられていまして、家賃も同じ24,000円。こちらの物件が例の問題の物件だと思ったんですが、よく見てみると間取り図が違いますね。間取り図は全く異なっていますが、おそらくこの物件と赤い部屋の物件は同じ建物です。両物件には風呂とトイレがついていません。おそらく共用だと思います。今時珍しいと思いますが、古い物件なので仕方ないですね。また赤い部屋の物件の写真が残っているんですが、窓から覗いた先にある柵の木目の色が軽装と隣接している建物の柵と一致しています。このことから赤い部屋の物件は軽装であり、家賃が安いのは築50年以上経っており、風呂トイレが共用だからだと思います。
また、ケースについては別の不動産にも掲載されておりまして、部屋ごとに間取りが結構違います。こちらも軽装の部屋ですが、紹介した2つの間取り図とはだいぶ異なっているのがわかると思います。こちらは和室ですが、さらに探してみると赤い部屋とほぼ同じ間取りの部屋を見つけました。赤い部屋と左右反対になっていますが、間取りはほぼ同じです。この部屋を参考にしてみると、問題の物件の赤い部屋の部分は物入れということになります。同じ建物で同じ間取りであれば物入れでほぼ確定だとは思うのですが、なぜあのような表記になっていたのでしょうか。手がかりは不動産が作成する間取り図にありました。赤い部屋の物件を載せていた S 社の間取り図をいくつか確認してみますと、あることに気づきます。同様に赤く塗りつぶされている間取り図が複数見つかりました。それがこれらの物件になります。これらはすべて S 社に載せられていた間取り図です。共通して言えるのは赤く塗りつぶされている箇所は収納スペースだということです。ただし、間取り図によって記載の仕方が若干異なっておりまして、クローゼットを示す CL とか CLO とかいろいろバリエーションがあるみたいです。これらを見てみると、塗りつぶした箇所に記載する文字については特に取り決めはないのだと思います。このことから簡単符が書かれていた間取り図も、あそこは物入れになっている可能性が高いです。なぜ簡単符なのかどうかわかりませんが、物入れだけど古くなって使えないとか、そのような意味が込められているのかもしれません。先ほども述べた通り、築50年以上経っているとても古い物件になっていますので、そのようなことがあってもおかしくないと思います。結論としましては、あの物件の赤く塗りつぶされていた箇所については収納スペースです。同じ間取りの部屋は該当箇所が物入れとなっていますし、掲載している不動産である S 社の間取り図では収納スペースが全て赤で塗りつぶされています。また家賃が異常に安い件については、建ってからかなりの年数が経っていること、風呂トイレが共用であることから妥当なお値段なのかなと思います。あの簡単符3つが不気味さを助長していますが、何か不動産側で分かりやすいように目印をつけていたのでしょう。いずれにしても事故物件である要素はないので、特に怖い意味で記載されていたわけではないと思います。いかがでしたでしょうか。今回は実際に不動産サイトで記載されていた不気味な間取り図について調査してみました。もし実際に物件を探していてこれが出てきたらちょっと怖いですね。今回久しぶりの声出し動画ということで至らぬ点もあると思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。それでは。